どうもー、ブックキングでーす。お願いします。ありがとうございます。いや、ですね、ちょっとこうスナック行ってみたいなと思ってね。ああ、そう、まあ、スナックなんか大人の感じするじゃない。ああ、でもスナックって結構危ないとこだったりする。危ない、うん、楽しそうな感じするけどな。あ、そうか、うん、まあ、でも俺スナック行ったことあるから、うん、スナックの感じ味わってたり。あ、そんなことやってくれるの？あ、じゃあママやるからスナックの中入ってきてちょうだい。もうママやってる。カランコロンカラン。あら、いらっしゃい。見ない顔ね。ちょっと初めて行きます。じゃあ、あなたの顔に点数つけてあげる。どういうことですか？そうね、100点満点中バッテンね。なんこいつ、そこかけてバッテンちゃん。バッテンちゃんって言わないでくださいね。初めての方にはね、一杯サービスしてる。あ、そうなんですね。どうぞ。ありがとうございます。そうだわりよ。あ、なんか焼酎かなんかの。うん、私の唾汚ねえな。出さない方がいいっす。これ誰が飲むんですか？ちょっとタケちゃん、お店のものは壊さないでよ。大丈夫ですか？大丈夫、いつものこと。あ、そうなんですね。 2,3 人重症者が出るの。大丈夫ですか？止めた方がいいような感じしますけど。せっかくだから常連さんの紹介しちゃうわね。まず喧嘩を止めた方がいいような気がしますよ。あっちにいるのが電気屋のタケちゃん。タケちゃんかどうかわかんないですけど。あ、今馬乗りになってる方ね。止めた方がいい。すごい進んで止めた方がいいですよ。で、乗られてるのが町内会長の菊ちゃん。もう菊ちゃんもう入ってこないです。内容が入ってこないですよ。で、こっちに座ってるのがフォワードのデルピエロ。フォワードのデルピエロ？え？あのサッカー元イタリア代表？そうそうそう。うわ、すごっ。なんでこんなとこにいんの？え、サインとか、サインとかもらえないんすか？それ以上はオフサイト。なんこいつ、鬱陶しいな、ちょっと。あ、デルちゃん、おかわり？ちょ、おかわりとかに止めた方がいいですって、喧嘩。ロックでいいじゃ。ロックとか知らないですけど。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。どうぞ。デルピエロはつまりロックを見ている。ん？デルちゃんはタケちゃんに10。え？じゃあ私、キクちゃんに10。何やってるんですか？あの二人の喧嘩でお金かけてるのよ。頭いかれてんじゃないですか。ちょ、やめた方がいい。止めましょう。止めた方がいいですって。あ、止めちゃダメよ。え、町内会で中継してるのよ。なんで、何、なんで、みんなかけてるの。間違ってされてる。やだ、怖っ。帰りたいんですけど。んー、ダメよ。え、この店に入ってきたんだからあなたも戦わなきゃ。え、スナックですよね。そうよ、スナック。スナック、戦わない、戦わないですよ。デルちゃんとやるの。いやだ、妻をロックで飲むのやったらやりたくないです。デルちゃんはね、うん、平気で人の頭蹴るとき振り抜くよ。怖っ。フルスイングでいくわ。怖い。あの子はやだ。うん、帰りたい。気絶した妻をするの、それで。怖い。帰らせてください。帰らせてください。帰れないよ。なんで。戦いの勝者しかこの店からは出られないの。うわぁ、助けてくれ。ようこそスナックへ。スナック、こんなんじゃねえだろ。スナック、こんなんじゃねえだろ。痛い、耳痛いとかじゃねえんだよ。スナック行ったらテレビの戦いとなったけど。でも最初に言ったじゃん、結構危ないとこだよ。そんなあるかい。もういいよ、どうもでした。